え、めっちゃ怖い。携帯が壊れたかと思った。こんなバグは、なんかありがとう、ギフトをいっぱい、お疲れとかクッキーとか。ちょっと待って、ん、あ、ボールもありがとう。え、今は、え、みんなのどう見えてる？いい感じ？いつも通り。よかった。いや、マジで今日なんか定期的にこのね、なんかメール打つ時もこのバグが起きてて、めっちゃ携帯を逆さまに持ちながらやってて。そう、いちありがとう、きありがとう、よかった。こんばんは、改めまして中村舞です、こんばんは、やっほん。ありがとう、いち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 、ありがとう。クレ行ってきたの。そう、今日クレ行ってきた、クレ行ってきたんだ。そうなの、ソラハとバスクレまで。あのね、広島の市内の方からクレまではだいたい40分あったら行けるぐらいかな。そう、バスとか、まあ、電車もあるんですけど。めっちゃ歩いたよ。40分ぐらいだったかな、そう、結構ひょって行けますそうなの、プライベートで。そうです、なんかどこ行こうかってなってて、空派と最初ね、なんかどっかにいちご狩りに行こうかなって思ったんですけど、なんかいちご狩りってね、予約がいること知らなくって、で、あの、行こうかなって思った時には予約でいっぱいで、そう、いちご狩り行こうってなってたんですけど、結局行かなくって、どこ行く、どこ行くって言って、いつも行かんとこがいいよねって言って、で、クレもあんまり行ったことがなくって、そう、全くじゃないんですけどね。ナイス、ありがとう。いちご狩りは予約が必要らしい。チンチン、ありがとう。ユッキーもありがとう。そうなの。でもなんかこの何、3月もう頭中旬ぐらいになる、まだならんか中旬か、でも全然あったかくて最高だった、めっちゃ良かった、最高だったよ、春でした。ね、気温がめっちゃ暖かくて、何したの、なんか本当にご飯食べたり、なんかブラブラしたりそう、本当になんかのんびりって感じです。そうなの、服おそろ、そう、よくわかった、色違いです。そうなんですよ。
あの野球ボールありがとう。何のギフトなんだ野球ボールってありがとう。花粉症、なんかソラハが花粉症なんだけどさ、そう、私は花粉症じゃない。なんか花粉症結構や大変なのかな。あ、風船みたいな、あ、野球やってるから、え、あれか、あの野球の時にさ飛ばすよね、なんかこんなふわーんって。私も飛ばしたことあるよ一回。あれか、ワールド、ワールドベースボールカップ。ジェット風船っていうの、一回だけやったことある。あ、ベースボールカップじゃないのこれ、クラシックなんだ。え、すごい、何のクラシックなん。マシュマロありがとう。なんか何ですか、そういう試合系はカップかと思ってた。マグロカップみたいな、なんかそういう感じかと思ってた。野球か、ありがとう。クッキーとかも、これ風船って言わない方がいいのかな、風船か。ありがとう。え、もう始まったの、なんか始まってるのか。なんかよく分かってないんですけど。他国は始まってる、日本は明日から、日本は明日からなの。そうなの。東京ドーム？え、東京ドームでしてるの？実況配信しようぜ。え、私実況できないよ。私？実況できないよ。サッカーできたから大丈夫。いや、サッカーも本当に無知な状態から始まりましたし、あの本当にあのあれですよ。でもね、野球はなんか高校生ぐらいの時から見てるので、あの高校野球を学校で応援するっていうなんかイベントみたいな感じであって、なんか高校野球は見たことあるので、そう、だからルールはなんとなくわかる。始球式やってたじゃんよね。始球式はファーストピッチさせてもらったんですけど、何ですか、あの ベース何ですか、ま、帰ってくるやつ、こんなこんな形のやつからマウンドまでがめっちゃ遠くて、なんか全然テレビとかで見てたらすごい近くに感じるのに、実際に立ってみたらめっちゃ遠くてびっくりする。ホームベースか、なんかね、そうテレビで見てたらめっちゃ近くに感じん。結構あるよあれ。
マウンド高いけど、高い、確かに。でもマウンドでね練習何回かしたんですよ。なんでなんかマウンドになれないってのはあんまなかったんですけどね。今日もありがとう。まつげ白いって言われた。え、白くないよ、見て、茶色です。じゃじゃん。ありがとう。2センチぐらいある。そんなないよ。2センチって結構ある。黒目が可愛い。なんなん。ね、黒目が可愛いって何。黒目が可愛いとは。好き、ありがとう。あ、そう、なんか「Venue101」の、そうそう、なんか「あ、頑張れ、ありがとう」。なんかそう「Venue101」のに特技みたいなのがあったんですけど、特技披露みたいな、それで紹介なんかできなかったみんなの披露って感じで、今日いっぱい公式ツイッターの方に載せていただいたんですけど、そう、なんと公式ツイッターのアイコンまで変えていただいて、なんかそう、よかったら見てください、公式ツイッター。そうなんですよ。いちいちありがとう。ね、すごい嬉しい、めっちゃ。そう、私その番組が終わった後にもう本当に特技披露のやつがなんかこう、もう誰に当てるか本当に決まってなくって、もう濱家さんがこう、じゃあこれこれこれって言ったのを披露するって感じだったんですよ。で本当に決まってなくって、なんか事前とかに、だからめっちゃドキドキしてて、で横にね、もう私のもうフリップももう置いてくださってたんですよ。でもう誰が当たるか分かんないから、当たったらもうみんなよろしくお願いしますみたいな感じで、そう、みんな用意はしてるけど本当に誰が当たるか分からない状態だったんですよ。で本当に濱家さんも生田絵梨花さんも全然何ですか、どんな特技かっていうのをそのボードで、もう本番にパッて見て当てるみたいな感じで。本当です、本当です。そう、それで私もドキドキしてたんですけど、で結局その番組内ではちょっと紹介できなかったんですけど、終わった後にせっかくだから MC のお二人に見せましょうってなって、でそうで、みちゅさんと、みちゅさん書道だったんですけど、一緒にそう二人のところに、そう、これ書いたんですけど、よかったら見てくださいって、そうそう、はい、そしたらわーわー、生田絵梨花さんが私こんな目してるんだってそうわーって、すごいバキバキな目だーってそう
めっちゃ笑っていただきました。そうで本当になんかその時にじゃあせっかくもうこれ本当にもう書いていただいてなんかお写真撮りましょうって言っていただいて、そうめちゃめちゃお優しい写真も撮っていただきました。そうなんですよ。そうなんですよ。嬉しかったです。すごいもう。嬉しかったです。くま、ありがとうございます。黒目が点？もう点にしてるつもりないんですけど、確かに印刷してみたら確かになんかちょっともうちょっと大きくした方が良かったかな。なんか反省点。なんか実際の自分のこう携帯で書いたんですよ。携帯でこうやって指で書いてるんですけど、イラストはなんか実際に印刷したらなんかありゃと思って。わ、ありがとう。ありがとう。指で描くの。指が最高の筆なの。なんかもう中村舞の筆。うちありがとう。クッキーもありがとう。なんかかっこいい。何がかっこいいの。時間かかった。うん、かかったよ。何時間かかったかな。3時間ぐらいかな。でも 3時間半ぐらい、わかんない。めっちゃ書き直し何回もしてたから何時間かな。3時間4時間ぐらいかな。そう、あの耳鼻科の待ち時間に書いてた。耳鼻科の待ち時間2時間ぐらいあってさ、なんか耳鼻科がすごい混んでて耳鼻科の待ち時間にずっとこうやって濱家さんの顔こうやって書かないと書かないと。耳鼻科めっちゃ混んでてさ。めっちゃ混んでた。そう、もう本当に外まで人が溢れ出してて。そうなのよ。花粉症、花粉症じゃないですけど、でもなんか花粉症の前兆はあると思うんですけどね。なんでかな。この時期混んでるのはやっぱ花粉症が流行ってるからなのかな。流行ってるっていうか花粉が飛んでるからみんな花粉のお薬もらいに来てるの、だから混んでるのかな。なんか結構ね人はめちゃめちゃ、しかも平日に行ったはずなんだけどね。アレルギー性鼻炎一回それ診断されたことある。もう本当にそうなんかな。ずっと調子は悪い。春は噛むの？なんか知らんかった。私ね、なんかねステージの上に立ったらねめっちゃなんか鼻水出てくるんよね。すごい すいませんこの話を。本当にこれめっちゃ悩みで、なんかめちゃめちゃ出てきて、何なんだろう、なんかホコリとかなのかな、わかんないけどね。
結構悩みですこれ。この前のリリーベでもそうだった。それはそうだったけどね、あれはねまた別、あの外でやったら涙と鼻水が出てくるんですね。あれは涙も追加でなんかうるうるして目がしばしばするんですよ。めっちゃ外での、私外でさライブするの好きなんだけどさ、なんか春先の外とかは目がしばしばする。でもね全然花粉症じゃないんだよ。ハウスダストのアレルギー検査入ってた？え、入ってなかった気がする。ちょっと待って、検査結果どこ行ったっけ。この辺に、あ、これこれ、ハウスダスト入ったわ。もう一個もないわ、マジで正常っていうか、もう 0.10 未満の測定値でクラスは0、何にもない。こんだけ何もないなんて、なんてこった、ここに入れてる。そう、あでもこれ1年前のだからさ、私発症したんかもしれない。最新の診断してもらって、血液検査行かないといけないんですよね。嬉しそう。そんなことないよ、全然そんな全然。客席では大丈夫？うん、大丈夫だと思う。客席からあんまりライブを見ることがないんですけども、うん、ボーリングはどう？ボーリングって、いや、なになに？スペイベの話か。なんだ？好き、ありがとう。スペイベの情報。あ、スペイベですか？なんか、そうだ、ボーリング。ボール持てる？持てるよ。え？こうでしょ？あ？もう名前違ったっけ？なんか、こんな感じじゃなかったっけ？私もボーリングをやったのがね、最後にやったのがいつだろう。小学生とかなのかな？え、違う？嘘？え、こうじゃなかったっけ？これじゃない。中指と薬指と親指。中指と薬指と、ん？中指と薬指。ん？待って、薬指ってどっちやっけ？こっちやっけ？こっちやっけ？これが小指か。薬指と中指と、え、なんだっけ？親指？あ、こう？あ、キツネ？覚えやすい！コン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 、覚えました。そうね、こうね、わかった。え、そう、なんか小学生の時になんか地区で、なんかその地区でなんか旅行みたいなのに行くんですけど、チクピー、そう、チクピー、なんかチクピーっていうのがあるんですよ。遠足みたいな感じで、なんか丸々区の人はここに行きます今年はみたいな感じで、でそれのあれでボーリングに行ったはず。何年生の時か覚えてないんだけど、毎年あるのよ、チクピーは。だからその6年間あるわけ。1年2年3年4年5年6年、
出たチクピーって言わない、チクピーっていうのがあるの本当に。な、何の略なんだっけ、チクペアレンツ違うか。そう、それで行ったんですよ、ボーリングに、小学生の時に。で、あんまり記憶ないや、あ、覚えてないけどそれは親指って言われた。そっか、え、分からん、分からんけどね、何の P なんかない、 P P 大好き P ピープル人、アンピーの P だよ。アンピーの P はさ、テンピーの P って知ってた？私この間ツイッターに書いてあって衝撃受けたんだけど実はアンピーの P はテンピーの P ですって書いてあった。なんか数学によく出てくるテンピーの P、よくなんか秒速何秒とかで動くアンピーの P はテンピーの P らしい。PTA の P、 あ、そうなの？なんかさ、いろんなことにさ P って出てくるよね。なんなの P って何ですか P って。でも本当にそれ以来です、ボーリング。ちょっと話が脱線したけど、その小学生以来かな。いや嘘だ、いや本当だ、え、記憶がないな、あんまりボーリングをした。え、なんか前世の記憶なんかもしれん、前にボーリングしたのが。え、なんか今世の記憶ではないんですよね、あんまり前世にボーリングした記憶はあるんですけど、練習するの、え、練習しといた方がいいかな。結構重たいよね、あのボールって。前世であるよ、あの、私生まれ変わりが早いんで。ガーター、あのあれだよね、端っこをさゴロゴロ行くやつだよね、あの溝みたいなんがあってさ。ルール知ってる？うん、目の前のピンを倒す、転がしてそうだよね、バーン。で、なんか得点とかのなんか表示の仕方あんまよく分かってないけど、まあ、数字が大きい人が勝ちだよ。頑張って、頑張る、頑張るけど300点満点。あ、そうなの、300点もあるんだ。チーム対抗戦、え、そうなの、じゃあ練習しといてって感じなのこれやった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 、あってよ、一人じゃボーリング行けない、私誰かと行かないと。てか STU のメンバーボーリングするのかな、あんま知らないんだけど、ボーリングしてるメンバーいるのかな。足引っ張らんといて、頑張りますえ、そんな対抗戦だとか知らなかったからさ、普通に楽しむもんだと思ってたんだけど。姉級は、お姉ちゃん、お姉ちゃんと私ボーリング行ったような記憶もなきにしもあらずなんですけどね忘れたっていうねなんか最近記憶がさ、なんか飛んでてさ、いっぱいで、しかもさ変な記憶ばっかり残っててさ、記憶が曖昧。
なんか変なのよ。なんか私がここ行ったよねこの間とか言ったら、行ってないよとか言われて、私だけなんか夢の記憶なのか、夢とごっちゃになってんのかな、なんかね最近夢と現実の区別もつかんくて、なんか変な記憶の話をして、でそのなんかお姉ちゃんに、え違うよみたいな言われて、前世なの、ありがとう、しかもめっちゃ夢見る、ボーリングって練習したら上手になるのかな、え、なんかさ、もっと鍛えないといけないんじゃないかななんか腕の筋肉とかじゃないとさ、そもそもボール投げられなさそうなんだけど、なんかボールを投げれるようになってから練習した方が良さそうだよね。筋肉量、軽いの選ぼう。あ、軽いボールとかあるんですか、何号のボール、え、わかんないや、あんまり。そのボールが重たすぎて、ボーリングガチ勢の方に怒られる、え、悲しい、無理無理なのね、え無理なの、そんな怒んないでよ怒らないで、いつなんだろう、まだ分かんないよね、分かんないけど、いや分かるか、え何日か決まってるっけこれって、出てるのか、それまでに練習したらいいんか、6月3日、待って今何月、3月、3ヶ月はないけど、約3ヶ月ぐらいある、ボーリング配信して無理、ボーリング場から配信できん、家でボーリングするしかない家でね、廊下でゴロゴロゴロ、家でストライク取らんと盛り上がらん、え、なんでそんなプレッシャー与えてくんの、ボールいっぱい投げたい1回じゃやだ、10回ぐらい投げたい、ピンって何本あるんだろう、ピンさ、フォーメーションみたいなの組んでるよね、こうセンターがいて何本あるのかな、15本ぐらい、10本か、そんなになかった、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 ほんとだ、4列だ、職業美容っすね、うん、マジでなんかあのフォーメーションめっちゃアイドルのフォーメーションに見える、ボーリングのピン、なんかショットガンって言うんだけどさ、あのなんかこういうフォーメーションのことをショットガンって言うんだけど、マジでマジショットガンって感じそう、なんかあのアイドルのフォーメーションで、あのフォーメーションがショットガンって言うんですよ、大抵なんか次のフォーメーションはショットガンですみたいな感じでそう言われるんですけど、
が強い、なんか強そう。アメフトから、え、アメフトと一緒そうなの？アメフトにもあるの？そう、なんかめっちゃ振り付けされる方も、もうメンバーもみんなショットガンって言ってる。そう、だからあの夢力のラストサビとかもショットガン。そう、あれはショットガン。大好きな人のイントロとか1サビもショットガン。だからボーリングもショットガンです、あれ。ありがとうございます。他のフォーメーション用語、え、何があるかな、え、あんまり考えたことなかったけど、え、あんまないんじゃないかな、あるのかな、気づかず使ってるかな。うん、あとはさ1列とか2列とかそういう感じじゃないかな、あんまり。3列のやつは3列3列は3列横一直線いや待って、あんま他は言わんかも。半円、あんまないです。全部名前、ないかも。なんかの曲で考えたらやりやすいかな。いや、ないね。なかった。あの誰の直線のフォーメーションの名前、あの最初の2列、ないね。笑顔のチャンスの円になるところ、あれは円。あれは円、円です。無謀のフォーメーション、4列、 4×4 列、あ、4列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 。かぶりとかは言うかも、あの前の人にかぶりで4列みたいな。まああんまり用語っていう用語じゃない感じがします。そう、だいたい番号が一緒なのよ、あの無謀のフォーメーションとかが前の人と同じ番号で4列かぶり、独り言4列だね、独り言4列だ。サビとかね、サビっていうか全部4列だ。全部だ。なんかね、5枚、思い出せる恋をしようが5枚目で、6枚目が独り言で語るくらいならなんですけど、どっちも辻元さんが振り付けしてくださってて、でなんか5枚目はねめっちゃくちゃ移動が多いのよ。多分見てたらわかると思うんですけど、おもこいのフォーメーション移動って結構すごくって、サビもめっちゃ立ち位置があって列もすっごい変わるんですよ。でその後の次のシングルは一個もほぼ立ち位置がもう固定ってぐらい、まあ固定じゃないんですけど、もう本当に立ち位置が少ないんですよ。でなんかそれでなんか思い出せる恋をしようはたくさんこうフォーメーション移動して見せたけど、その独り言で語るくらいならはフォーメーション移動ほぼなしで、綺麗に見せる振りにしてみようみたいな感じで、確か6枚目はほぼ移動がない振りになったんだったかなって感じ。そう、なんか2作、その時ちょうど連続で
辻元さんが受付してくださっててありがとうございます。おもこいの時はね、もうねダンスが覚えれなくってで、なんかダンスを自撮りしてフルサイズで送らないといけなかったんですよ、動画を。だからダンスを全部ねもう泣きながら撮ってあのレッスン場で夜に葵さんに教えてもらいながら泣きながら撮った思い出がある。もう恋の振りがなかなか覚えれんくって。泣かんでも、いや違うんです、それが今日中に送ってくださいみたいな感じで、もう多分その時がちょうどいろいろ終わってレッスン場着いて夜の9時とかでやばい間に合わんみたいな、今日中はもう間に合わんみたいな、振りがやばいってなって、そう時間がないって時間に追われてたかも。そうなので、葵さんがそのレッスン場に行って教えてくださいました。いちいちありがとう。今回は息をする心はいつだったっけな、結構前に振り入れがあったんですよ。その MV 撮影をする1週間前ぐらいに振り入れがあったんですけど、1月の。そう、振り入れがあって、で、その時に振り入れをしたんですよ。で、フルサイズ踊るから、フル撮ったんですよね。フルサイズ、もう本当に丸々をボンって振り入れしてもらって、で、1週間それを練習して、で、1週間後に撮るって感じだったんですけど、まあ一週間後に歌詞が来てで、たら振りがもう 80% ぐらい変わったんですよ、当日に。でみんなもう汗って感じで、もうそうですね 85%80 もう本当に結構変わって、でみんなもうわーって感じで、もうそうなんですよ。いやー、それでそのいつだったっけな、その日の夜撮影からあって、で昼ごろに朝撮影して、昼ぐらいから振り入れして、夜撮影みたいな感じで、もう本当に本番の何時間か前にもうじゃあ最初のあの A メロからマジもう変わるんでみたいな感じで変わりましたね。いやそうなんです、あのクリエイトボーイさんが振り付けてくださったんですけど、本当にすごいですよね。もうだってそんなすごくないですか、だってそこで変えて、嵐の1月にそれやった、そう1月のね中旬に撮りましたね。なんでちょうど TDC の前、1週間前ぐらいかな、1月は。なんで結構詰め詰めでしたね、撮影が、 MV 撮影があったので。でもなんかね広島で撮ったんですけど、広島なんかいつもこうどっかもうちょっと遠くのとこで撮ったりするんですよ。でそしたらホテル泊まりになるんですけど、ミュージックビデオ。でもな今回はその家に帰るってのがすごい不思議すぎて、ミュージックビデオ終わりにそうなんかそう家に帰って、あなんか不思議な気分って思いながら、そういつもはもっとなんか結構遠いところで、
振り返るなよって思った。いやそれは思ってないよ、思ってないけどね、振り入れしたのが直前で結構慌てましたね。その振りが変わった後に振り入れしたのが結構直前だったので、そりゃもちろん慌てますよ。ありがとう。初見さんもありがとうございます。中村舞です。そうだ、3月13日にダンスミュージックバージョン出ます。そちらで QR コードの仕掛けが分かるらしい分かるらしいよ。私もまだ見てないのでとても楽しみです。え、待って今日何日だ、8かだったらあともうすぐだな。ヒョマロありがとう、楽しみ。あの元のミュージックビデオのダンスシーン頑張って読み込もうとしたけど読み込めなかったのだからそう楽しみです。やった、みんなも。ね、読み込めんかった。今回の新曲マジで好き、嬉しい。なんかね、うちのお母さんもめっちゃ言ってる、聴けば聴くほどいい曲ねって言ってます。うちのお母さんがね何回も見てる。箱をパカンって開けるみたいなシーン好き。え、どこだ、なんだそりゃ、どこだどこだどこだ、気になる。有線で笑顔のチャンス聞いた。え、嬉しい。なんか私まだ聞いてないのよ、聞きない。あ、最初のところ、ここじゃん、じゃん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 。キューみたいにするところ好き。え、だからここここじゃらららららら、普通に息を吸って、ここ吸ってるの、吸って普通に吐いている、心の解放。そう、でれれ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 、肩の力がもうね、あのね、君を好きになって、肩の力が抜けた、ここ抜ける、解放抜けたそうなの、なんか振りに、そう、なくていいんだ、好きだ、私この好きだも好きなの。本人みたい、本人です。
ありがとう。手の動き良きですか。毎日聞きながら仕事に行ってる。いいじゃん。良きです。ダンスバージョン早く見、私も見たい。どんな感じになってるんでしょう。ちなみにあの QR コードが手のこの右手の手のひらと左手の甲についてるんですね。ダンスシーン多分こう QR がちょうど見えるようになってるんじゃないかな、だったはず。そうそうそう、ダンスバージョンあるの。3月13日に公開されます。ありがとう。そう、 QR MV の時だけねやってました。そうなんですよ。お話し会、本当だ、お話し会3月12日の次の日だから。自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てて、パララパンパンパン、はいはい、タラララン、タンタララン。ね、そう、ミュージックビデオたくさん再生していただいて、捨てたいってそう。イントロのターンも好き。イントロね、4種類あるの。なんか多分あれなんですよね、あのテレビ番組ではイントロなしバージョンなんですよ。なんで16人のイントロをあまり多分なかなかなんですけど、テレビバージョンはイントロがほぼカットされててないので。ちなみにこの間のベニュー101は初めてのアウトロカットバージョンで、アウトロっていうか、好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ、パーンで終わりました。本当は好きだちゃんちゃんた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 んって、ちょっと余韻があるんですけど、そうアウトロカットバージョンだ。それ結構あのテレビバージョンは1サビの後の感想とかもないかも。1サビの後ってか2サビの後か、感想もなく、公演で披露しないのね。まあ、公演ちょっと待って、私ね次の公演の予定ねない気がするんだ。そう、今のところ次公演ないんだよね、私の予定が。そうなんだよ、四国がねこの間終わっちゃって、3月7日に昨日か終わっちゃって、次の四国は出なくって、花だれ公演も次の11日のは出なくって、今発表されてるのもなくって、そうなんですよね。なんでちょっと、そうだね、フェスだね、 NIG フェス、ニグフェスって
いいそう、今のところ発表されてる声出ないですね私。あとあの宇和島のフェスも泣いてくる、泣かないで私も一緒に泣くイベントには出演します。椅子がちょっと、宇和島あるよ。声元気だい？いや声大好きだよ、大好きなんだけどね、なかなかね。そうなんですよね、そうそうそう、ライブ待ってますぜひとも。で寂しい、寂しいけど、そう、うん、川崎でも、あ、出ます、リリースイベントがありますね、ラゾーナ川崎。そうなのよ、暗いかな、うん、うん、川崎の次はリクアワ？あ、違うよ、今度15日に川崎、私の予定は15日にあの一挙する心のリリースイベントがあって川崎で、3月18日に愛媛県の宇和島市ってところでイベントがあって、で24日かなに NIG フェスっていう東京ドームシティホールであの行われるフェスに出ます。2日間あるんですけど24日の方に出ます。そうなので、そうだね、その次はまあ4月8日かな、4月8日のリクエストアワーに今出演するのかなって感じですね。26リリーベアリオ、え、待って26って何？リリーベ、リリーベ、リリーベ、あ、あ、発表されたやつか。ああ、26日ね、幕張。そう、今日いっぱい発表されたんですよ。でもただ公演が、まあ、ないじゃないかも、公演自体は。休む暇がないぐらい忙しい方が好きって言われた。なんかね、もちろん確かにたくさんお仕事がもう入ってるとすごく嬉しいしありがたいしすっごい好きなんですけど、なんかでもね、詰め込みすぎると一個一個がなんかおろそかになるのもすっごい嫌なので、適度に休憩は必要だなって最近すごく思いますね。なんか本当に朝から夜までずっとびっちりあると集中力がもう持たなくって、そう、それでこうなんか、あ、この日コンディション悪いなって日作ってしまったり、なんか結構、あ、頭ぼーっとするなとか、まあ、寝てなくてぼーっとするなみたいな日があるので、もちろんもう本当にいっぱいあるな、嬉しいんですけどね。なんか休むのも、まあ、それもお仕事の一環だなってすごい思いますね。休むからできるみたいな、ちゃんと皆さんもね、働きすぎには注意ですよ、休んでください、しっかり休んで、息抜きも大事、寝るのも大事。
なんか昔はね休むことがねもうねすごい嫌だったんですよ。なんか休んでると遅れを取ってる感がすごい嫌で、なんかすごいもうこういう多分みんなで活動してるから他の人は今日働いてるのに私は働いてないみたいなのがすごい嫌だったんですけど、もうなんかでもみんなねそれぞれねあのいろいろな方面でお仕事があるし、そう自分は自分ってちゃんと考えないといけない。心配な時あるよ。あでもなんか結構休みって時と詰まってるみたいなのがね多いかもしれないです大丈夫。今はあのそんなあの心が壊れるほどな感じじゃないので本当に大丈夫です。寝れる時に寝てるし、美容院行けてるって言われた。うえー行ってなくって、あの前髪切ってきます。めっちゃ伸びたんですよ。で自分で切ってまた伸びたんですよ。もうなんか分かりますか、今巻いてるからまだいいんですけど、もう髪の調子が悪くて悪くて、でちょっと切ろうと思います。もうこけしに断髪式こけしにしてくるわ。こけし村前にしてきます。ね、巻くのが下手すぎてこんなんなる。そう最近消せない。ペース、美容室のペースどんぐらいだろう。バラバラなんだけど2ヶ月に1回は行きたいでも多分前髪だけ切りに行ってるんだよね。伸びたら本当は月1で行くのが目標だったんですけど行けません。2ヶ月に1回くらいは行きたいなぐらい。そうなんだ、前髪だけ切りに行くわ。よく伸びたら前髪流さない。見て、あんま似合わんのよね私前髪を。前髪ないのがさ似合わん。なんか流せるようになったらもっと伸ばさないとな流れないよね。印象ない。流した方がいいですか。ちょっと抑えよこれで。あなんか全然別のなんかこれは違うな。あなんか。見て海賊海賊武闘家ドラクエ武闘家中村舞アーキネーターみたいアーキネーターアーキネーター中村舞出るらしいの。千穂ちゃんが言ってたこういうやつでしょ。
アラビア、アラビアのイメージがあんまからん。こういう感じ。こんなイメージだよ。なんかねあるのよ、あのバレエにアラビアの踊りとかってさ、こんなんだったはずこんな感じ。こうしようか、帽子かぶってるみたいうん、私にはあんまり前髪はやっぱりあった方がいいな。眉カラー、眉マスカラしてます。眉マスカラこれ眉毛茶色いでしょ、本当は黒い。そう、たまに流してください。じゃあ気が向いたら流す。気が向いたらね。気が向くかな向かんかも。ショートにした。私あの自分でショートにできるから、ショートにできる技持ってんの。あ、なんか髪の触覚がどな、あ、ベリーショートみたいベリーショート。イケメン？嘘、瀬戸内の女子虜になっちゃう？ドン、クイッ。イケボ出してみて。難しい。中村舞です。くれたありがとう。中村舞です。あ、アナゴさんみたいになっちゃった。あ、ぼーちゃん。中村舞です。ふぐたくん、アナゴさん。ぼーちゃんリアルぼーちゃん、リアルぼーちゃんです。公園でも鼻水垂らしてるし。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。いや、あの宝塚みたいな声出したい。かっこいいよね宝塚のさ。あ、どうやって声出してるんだろう、男役の人の声。結構低めの声。絶対でも私にはねえ、すごい声がめちゃくちゃ綺麗。腹式呼吸。この今このショールーム開いた人すごい逃げていくと思う。何このルーム怖ーい。
ヘタレイケボ？え、言われたんですよ。そう、なんかリハーサルしてて、リハーサルが終わった後に楽屋戻ったら、なんかおきちゃんが、いやマイキューのヘタレイケボだねってみんなで話してたよみたいな言われて、私のイケボにしてるつもり全くないんですけど、なんかヘタレたちのセリフがイケボだったらしい。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。あんまり考えたことない、イケボにしようっていうのは。クイーンありがとう。ありがとう。そのセリフ。ぼーちゃんでイケボに、イケボに期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。え、どう？僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。え、どう？いい感じ？これイケボですか？息多め。確かにちょっと息を混ぜることによって、毎回自分の感じでセリフは言ってるんですけどね。なんかセリフ言って難しい、オーダーが難しいんだけど。困っちゃう。何組か、何組にしようかな。しようかなって選べないんですけど。そんな、なんかあれだよね、宝塚もその組によって全然雰囲気が違ってね。そう、全然違うのよ。星組とか、そう、花組とか、月組とか、空組、あと雪組。一度は生で見たい宝塚。兵庫県どこにあるんだ宝塚市って、あまり分かってないかも。好き、ありがとうございます。西宮の隣、え、この間行ったところのと、ちょっと、え、近くなの？上の方、北の方なの？そうなの？北わかるよ。こうなってるの、ここでしょ？わかるよ。
こんなさ4みたいなさ、なんか方角をさ表すやつで、ここでしょ、北海道の方でしょ上。わかるよ。ドヤ顔、わかるもんだって。その私がさ地理が苦手だからってさ東西南北がわからないと思ってるでしょ。わかりますよ。いや、わかりますよ。東と西がごっちゃになる。東が右で西が左。太陽が昇ってくるのが東。東から昇ってくるの。広島で北わかる？ん？あ、でも呉は南の方だよ。私今日地図見ながら行ったからわかるよ。呉市は南下の方なんだよ。広島の南側の方。多分です。東かと、でも下の方かな。南東？あ、南東か。そう、下の方にある気がする。そうなの。だってね、私広島港からよく愛媛に行く船に乗るんですけど、あの愛媛行きの船、呉でも泊まるんですよ一旦。そう、呉の港に泊まって、で松山の港に行くんですけど、経由していくんですよ。なんで、そう、下の方にあります。島じゃないよ。その下に江田島があるの。そう、江田島の船が呉港から出てる。そう、ほのたんさんのそう、出身。そうなのよ。結構近い。そう考えたら結構近いですね。なんか今日ソラハとお出かけした時にさ、なんかソラハがね、なんか歌を歌うんですよ。でさ、なんか隣でずっと歌を歌うんですけどね、なんかまあこう歩きながらこう一緒になんか歌ったりするじゃないですか。なんとかなんとかってこう流行りの曲だったりとか。でソラハがそう歌をずっと歌ってたんですけど、なんかその選曲が独特すぎて、なんかそう、なんか散歩しながらなんか急にまず歌い始めたのが、ランランラララン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 ってすごい歌い始めて、それをねもうずーっと歌うんですよ。ランランランララランランランラララ、隣でもう歩きながらララララランランランなん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 なららららって、ナウシカのそうで終わったかと思ったら、今度はあのゲー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 のゲーって今度歌い始めて、え、まさかの鬼太郎みたいな。なんかもうその選曲が独特すぎて、ソラハのチョイスの歌のチョイスが、黙って聞いてる。うん、そうだよ。俺なんか歌いよる。え、そう、なんかソラハの歌のチョイスは独特だなって今日思いながら歩いてました。プレイリスト、うん、どうなっとんじゃろう。
いろんなの入ってそうやない。ありがとう。いや面白いよ。本当に本当に面白い。最近私は息をする心がずっと流れてる。でも家の中でも結構歌ってる。でも私あんまり歌うかな。センスいいね。独特じゃない？私今日一緒に歩いてて隣でさ、ずっとさ、なんか真面目な顔してずっと歌ってるからさ。しかもさ、なんかランランララランランランとかもさ、終わったのにさ2ループ目に入ってさ、もうずっと歌ってるの本当に。もうずーっと散歩の曲、ランランランラララン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 ラララ、めっちゃ思ってた。どうしたんって。面白いよ。ナウシカのね、でも今日めっちゃ歩いた。1万歩ぐらい歩いた。1万歩以上歩いた。だからすごい歩いたな。なんかね、クレーのパン屋さんでメロンパンっていうパン屋さんがあるんですよ。もうメロンパンっていう名前のパン屋さんがあって、そのメロンパンが有名なんですよ。メロンパンのメロンパンが有名なんですけど、その行ったんですけどね、あの行った時が結構閉店時間ギリギリでパンがほぼなくって売り切れちゃってて、そうなの、メロンパンのメロンパンがね買えませんでした。でもね、そのメロンパンのメロンパンはあのこんな、なんて言うんですか、丸くてこういうね、こういうやつメロンパンじゃなくって、なんかこう、なんて言うの、アーモンド型みたいなメロンパンなんですよ。すごいなんかね、こうずっしりした感じの、形もね独特な。ラグビー、え、そうそう、なんかラグビーボールをこうスパって切った感じ。そうそう、こうこう、こういう感じ、なんかドーム型縦長の。クリームそう入ってる。なんかね、クレはね、あとねフライケーキも有名。そう、フライケーキってのも有名だし、メロンパンのメロンパンも有名だし、フライケーキはなんか中にあんこが入ってるんですよ。ケーキを揚げたやつじゃないんですけど、中にそのあんこが入ってて、ドーナツみたい、なんていうんかな、なんか見た目はちょっと茶色い、なんて言ったらいいや、サーターアンダギーみたいな色しとる。中にあんこが入ってる。フライケーキ、フライケーキっていうの、ケーキ。あんドーナツっぽい感じかな。いっぱいあります、有名。カレーはもちろんですけどね、海軍の
ございます。そう、海軍カレーいっぱい、そういいよ本当に。なんか全然呉出身じゃないんですけど、なんか実家に帰ってきたみたいな気持ちになる。ほんとなんかのんびりしてて、こう空気がこうゆったりしてるから心が落ち着く。なんか実家に帰ってきた感がある。そうなの。商店街とかあるんだけど、歩いてたら、そう、海もあるし、本当に本当におすすめ。サラハとまたどっか行きたいね。行きたい。ちゃんとね、予定をね、予定っていうか、まあ、ある程度ここに行こうってのは決めて、そう行くから、結構ソロハとのこうお出かけは計画的な感じがします。私は結構計画するのが苦手な方なんですけど、そうそう、どこ行くってちゃんと結構事前に、そうそう、オキポに報告した、してない。オキポ、オキ、オキポ、オキポって言わないけど、オキちゃんに報告してないや。オキちゃんに報告してないですね。報告、報告はそんなせんけどね、あんま。怒る、怒らないんじゃないですか。怒るかな、怒んないと思うけど、そうなんて言いそう。ありがとうございます。ここいるんて。いやー、そうね。なんてこった。ウキちゃんと出かける予定。もうウキちゃんとはね、この間ジョイフルに行ったよ。なんかそれくらいかな。めっちゃ最近ジョイフル行ったよ。ジョイフルに行って、ドリンクバー飲みながら二人でずっと喋って。もきちゃんとね、言ってないけど、一緒にファミレスとかよく行ったんよ。そう、ファミリーレストラン。ジョイフルめっちゃ好きなんですよ。もうなんか学生の頃からすっごいジョイフル行ってたんで。ジョイフル大好き。なんかジョイフルは、そうそうそう、私のなんか、そう、もうなんかファミレスでよく行く場所。愛媛ジョイフルめっちゃある。好きなメニューはペッパーハンバーグとチキン、ステーキチキン、ガーリックソースのやつと、たらこスパゲッティと、ネギトロ丼が私の中のいつもジョイフル行ったら頼むやつ。
その中の4択ぐらい。この間ね、おきちゃんと行った時に最初に明太子スパゲッティ頼んだんだけどね、足りなくってその後ネギトロ丼頼んだあのすごい恥ずかしかった。この人またご飯頼むんやって思われるかなと思いながら頼んだ。すごい恥ずかしかった。ネギトロ丼美味しいな。58分なの？あ、やばいやばい。ちょっと男女呼ぼう。どん兵衛さん、りょんきゅうさん、タロスさんじゃない、タロスさんイントネーションが。ぼんちゃんさん、きなぺこさん、こうじさん、くまねパパさん、福太郎さん、刀剣太郎くんさん、ゆずきちさん、みやびさん、まゆたみさん、けいせきさん、ありがとうございます。道の駅問題で怒られちゃうから私あれまだ納得いってなくて、一人でモヤモヤしてんだよね毎日。なんかね、そう、道の駅っていうね、はなんかイントネーションが違うってアンピーに言われてからね、モヤモヤする。おやすみおやすみおやすみ。困っちゃう。また明日。うわ、いっぱい話した、ありがとうございました。おやすみなさいませ。いえ、おいやん。